3点で合計1200円になりますにゃ。2000円お預かりしたので800円のお返しですにゃ。ありがとうございますにゃ。ミーコはなかなか筋がいいにゃ。お待たせしました。こちら商品のお渡しになります。またいらしてくださいね。ありがとうございました。エソラもお客さんのツボをよく心得てるにゃ。ウサダよりいい仕事するにゃ。そのウサダってどんなやつなんだ。令和最強の JK アイドルなのなんだのって騒いでるやつにゃ。レジコさんのライバルを名乗っているのですよね。ウサダなんて相手にならないにゃ。レジコのライバルになろうなんて100年早いにゃ。でも実は私以前からラビアンローズさんのファンでして。そうだったのかにゃ。ラビアンローズさんって宇佐田さんのことです。どっちだよ。宇佐田は宇佐田にゃ。でもあいつのどこがいいんだにゃ。ナンバーワンアイドルはこのデジコ様にゃ。そうですね。確かにデジコさんはとっても可愛らしいですね。それにラビアンローズさんよりアイドル性があるかもしれません。にゃ、もしかしてデジコの魅力に気づいたのかにゃ。ええ、こうしてお話しさせてもらってわかったんです。世界で一番ラブリーなのはデジコさんではないかと。よくわかってるにゃ。世界で一番ラブリーなデジコさんなら宇佐田さんのサインをいただくこともきっと簡単なのでしょうね。当然だにゃ。デジコが言えば宇佐田のサインくらいいくらでも手に入るにゃ。まあ本当ですか。宇佐田のサインが欲しいのかにゃ。え、お願いできます。天下のデジコ様ならサインの10枚や20枚お安いご用だにゃ。嬉しい。さすがデジコさんですね。にゃにゃにゃ。エソラちゃん、すっかりデジコさんに気に入られちゃったの。すごいの。エソラの世渡り上手は相変わらずだけど、デジコが単純すぎる。